ちょっと綺麗にね、そこはみ出さないようにお願いね。はい、プレーオーナー、バンカーオーナー。あ、さらに俺は딱했는데돈따면가슴찢어プレーヤーナチュラルエイトです。バンカー出るから。バンカーはナッシング、8対0でプレーヤーウィンです。また旦那にやられたの？ひどいんですよ。聞いてくださいよ。長い？ちょっとだけ。手紙書いて送って。バンカーはナッシング、6対0でプレーヤーウィンです。バンカー退場します。失礼します。ありがとうございます。はい、スタートします。ノーマベット、プレーヤーバンカー、プレーヤーバンカー。언니오늘저사람운이없나봐。재수가없어오늘저사람。아나와야되는데。バンカーはナッシング、プレーヤーウィンです。おい酒。ところでさ、今度ね、ミノさんが部屋の写真出すんだって、あんた買うかい？やだお疲れ。はい、口切りプレイヤーサイド。はい、ありがとうございます。はい、受け手はバンカーサイド、いかがでしょうか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、よろしければこちらでスタートします。ノーマベット。プレイヤーバンカー、プレイヤーバンカー。はい、プレイヤーオーナー、バンカーオーナー。はい、プレイヤーはナチュラルエイト。バンカーはナチュラルナイン。9対8、バンカーウィンです。イカ様だ。イカ様だ。店長、全員グルなんだろ。そんなことないだろ。グルなんだろ。ちょっとふざけんなよ、なんだよこれ。俺が今日一体いくら使ったと思うんですか。お客さん、ちょっと。もしかしてそれもシャネル？わかる？ね、ちょっと見せて。なになに？俺お客だよ。お客にこんなマネしていいと思ってんの？いっぺん飛んでみるか。うん？ジョークっすよ、ジョーク。あと28円。それぐらいでないですか？借りは借り。私の夫、日本人なのに貧乏。だから何？はい、72円。ありがとね。ピンチェハポネサエスタビエハタカニア、ストゥピダ。あの、途中まで一緒に連れてもらえません？あんたのかっこいい車どうしたの？車検に出しちゃいました。ガソリン代にも困ってたりしてね。一本ください。お腹の子に悪いよ。貯金全部？全部。いくら？500万。すごい。それって一月に100万以上吸ったってこと？バーバラってそんなにハマっちゃうんだ。泣くからあんまり突っ込まないの。私だ
って泣きたくて泣いてるわけじゃないですよ。どなたか腹巻き忘れてませんか。食事できました。行くんでしょ、ハローワーク。行くの？行かないの？のぶき。ゆうべの報告。工場の仲間にちょっと用があったんで、いつもよりうち早く出ました。今日はいつも通り工場に行きます。パジャマ洗うから。洗濯機の中に放り込んどいて。夕方から雨が降るかもしれないから、出かけるなら傘持ってって。朝ごはん食べないと体に悪いわよ。太るって言うし。味噌汁だけでも飲んでったら。今夜何食べたい？お鍋にしようか、寒いから。どこ行くの？黙ってちゃ分かんないでしょ。口あるんでしょ。ちゃんと喋んなさい、のぶき。雲が多く雪のちらつくところがありそうです。また北海道方面はこの後昼過ぎには太平洋側、そして夜遅くなるとオホーツク海側で雪の降り方が強くなるでしょう。日中の最高気温です。西日本から東日本にかけては昨日と同じか多少高くなるところが多くなります。北日本方面では各地の地域で氷点下の気温となるでしょう。各地の気温です。今日も気温の上がり方が鈍く、西日本から東日本にかけても10度を下回っているところが多くなっています。そして北日本方面を見てみますと、氷点下5度以下を示す、おい、おい、上空に冷たい空気、寒気が流れ込んできている影響で、この後もあまり気温は上がらないでしょう。おい、何寝てんだよ。おい、起きろ。起きろ。飯は？朝飯。朝飯だな。朝飯だよ。ああ。死んじゃえ。今なんて言ったの？なんて言ったの？いらねえからな、ガキ。
台所のレンジ周りの頑固な汚れ、ベタベタ油の換気扇も洗剤なしですっきり洗浄。お風呂場の蛇口周りや排水口周りの黒ずみ、タイルの目地にできた黒カビもこの通り。お部屋の中ではカーペットの掃除や畳のお掃除にも威力を発揮します。されてまたって投げられて、でも私たちイケてる、これ私たちあなたにしてない作りをします。はい、香取です。私、山本です。山ちゃん、どうした？なーに、なんなの？用がなかったら切るわよ。あんた、まだ泣き足らないの？いい加減にしなさいよ。朝子さん、私旦那殺しちゃった。何それ？だから殺しちゃったんです。あのさ、忙しいんだけど。本当に本当なんです。だったら私が貸した金返せないじゃない。痛い、こんな時に。だってほら、刑務所に請求書を送るわけにいかないでしょ。まさこさん、来てください。お願い、お願いです、来て、一生のお願い。
賞味期限今日までなんです。食べます。パステルの滑らかプリン。大変なことしでかしたんだよ。殺人だよ殺人。ママ殺しちゃったんです。ちょっと懲らしめてやるつもりだったんです。悪気はなかったんです。雅子さんお願いします、助けて。私を犯罪者にしないで。もう立派な犯罪者なの。いや犯罪者嫌い。好き嫌いじゃないの。だって警察行こう、一緒に行ってあげるから。じゃあどうすんのよ、あんたの旦那どうすんのよ。私いいこと思いついたんです。すっごいいい考えなんです。私ってすんごいんです。聞きたくない。あんたの目がキラキラしてる時ってろくなことないもん。うちの旦那今夜は帰ってこなかったんです。帰ってきてるじゃない、ここにいるでしょ。ここに蒸発しちゃったんですよ突然。何もかも嫌になって、私も会社も捨ててどっかに行っちゃったんです。すごいね。雅子さんの車に隠させてください。明日どこかに捨てに行きますから。あんたそれ本気で言ってんの。待ってくださいよ雅子さん。冗談じゃないわよ、私を巻き込まないでよ。動いてるでしょ。わかりますよね。絶対刑務所入るわけいかないです。お願いします。チンチンのことをカツオって言うんだよ。だからレストラン入ってカツオの叩きなんて頼んだらコックさん慌てちゃうよ。本当だよ。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはよう。遅かったね。予約にちょっと手間取って。何かあった？なんで顔色悪いよ。そう、
ってどういうことよ。なんかどっと疲れちゃって、いろいろあったから今夜はお夜食食べて寝ちゃいます。ごめんなさい。死体はどうすんのよ。明日の朝捨てるって約束したじゃない。雅子さんに任せちゃダメですか。冗談じゃないわよ。だってお腹の大きな妊婦が死体抱えてうろうろできないですよ。目立ってしょうがないです。あんた、私をはめたの？最初からそのつもりだったの？雅子さんが捨てた方が怪しまれなくて済みます。絶対雅子さん、ほら弁当屋でも手際いいじゃないですか。そういうの勝手なこと言わないでよ。そろそろ電話いいですか。ちょっと待ちなさいよ。あんた本当にこのまま寝ちゃう気じゃないでしょうね。あのここだけの話なんですけど、どうも私血になっちゃったみたいなんです。どうだっていいわよそんなこと。お腹の子が大きくなったらきちんとした生活を送らないと慢性的なイボジになるんですって。イボジよりね、旦那、あんたの旦那。ラーメン伸びちゃいますから電話切りますね。ねえちょっと山ちゃん、お願いだからさ弁当屋に出てきて。私あのガミガミ行ったりしないから二人で何とかしよう。あれ、おやすみなさい。ちょっと待って。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる、ほったかされてまた手投げられて、私たちの天使を見つけします。
あの、邦子ですけど。あの、すいません、雅子さん。あ、ちょっと、お願いがあって来ました。師匠もいるんですよね。雅子さん。雅子さん。あの、またなんですけど、お金貸してもらえません？5万。あ、4万でいいです。明日ならなんとかなるけど。明日じゃダメなんですよ。お財布落としちゃって。お願いします。悪いけど帰って。お願いしますよ。忙しいのよ。何やってたんですか？なんか変な音してましたけど。寒いから流行ってんの。わかりました。帰ります。明日また来ますから。見せてあげる。中に入んな。何ですか？何ですか？雅子さん、ちょっと痛い。ちょっといいのかい？いい。邦子にも手伝ってもらうことにした。出なきゃベラベラ喋るだろうから。ちょっと、何ですか？あの足みたいな。左足。あれは？右足。バラバラ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 。ちょっとやめて。ちょっと。お前が行くんだ。丁寧な仕事しておくれよ。弁当作ってる時と同じように。ひどい。何が？信じらんない。私はあんたみたいにあちこち借金抱える方が信じらんないね。金が欲しいなら文句言わずに働きなさいよ。もう働いてますよ。だけどこんなもう騙された。あんたは金が欲しくて手伝った。立派な共犯者になったの。ねえ、そろそろ私、ばあさん起き出す頃だから。翔、これ少し持って帰って。自転車。5個でいいから。5個も？あの自転車に5個もどうやって乗っけんの？ここに2個、荷台に3個。燃えるゴミに出してよ、曜日ちゃんと確かめて。邦子は20個ね。袋に指紋が残るから手袋して捨ててよ。私も捨てるんですか？当たり前じゃない。
あんたのかっこいい車でテイクアウト、お願い。嫌です。これちゃんと捨てるまでお金払わないから。ひどい。最初から私のこと巻き込むつもりだったんでしょう。あんたが勝手に来たんでしょ。分かったよ。17個でいいよ。そんな中途半端な。邦子、来なかったね。ショックで寝込んでんじゃないのかい。ああ見えても気が小さいから。気分どう？最低。肉見てたら吐きそうになった。ねえ、あれちゃんと処理した？言いっこなし。あ、タバコまた始めたのか。す？悪いけど今日のあれ前借りさせてくんないかな。少しでいいから。いくら？3万円ばっか。後で持ってく。あんた昔信用金庫勤めてたんだって？誰から聞いたの？山ちゃん。ああ邦子、忘れた。だからきちんとしてんだ。お疲れ様でした。お疲れ様です。うちのこともきちんとやってるか？性分だからね。ちゃんとやんないと気が済まないの。セックスも？また大事だよ。セックスはない。全然ない。ボンボシ逃すの？ないない。まあ遅かれ早かれ
ダメになるもんはダメになるもんだし、安物の靴下と同じだね。ショーは？ショーの旦那生きてる時どうだった？うち？うちのはさ、ちんちんが洋服着て歩いてるような人だったから、金玉は靴履いてすぐ出てっちゃう。旦那の肉つまんでゴミ袋に入れさせられたんだよ。たく、どんだけ気持ち悪かったか。わかる？わかります。わかんない絶対。はあ、もう思い出しただけでムカムカする。さっさと反抗して。あんたのさ代わりにやったんだよ。借金の保証人ぐらいどってことないでしょ。当たり前なの、義務なの、うん、あんた昼間からいいご身分ね。飲みながらあれこれ考えてるんです。ケンジいなくなったし。あんたが殺したんじゃない。嫌味言わないでください、ね、嫌味じゃないもん、真実ねえ。お金いつ払ってくれんの。ちょっと待ってください、落ち着くまで。雅子さんにはさいくら払うの。お礼するって言ったけど金額の話してないです。ふんだくられるわよきっと。ケチで金にうるさいんだから。雅子さんいい人です。頼まれると嫌って言えないし。 Thank you でした。人殺すのってさ、どんな気分？興味で言ってんじゃないの、同情してんのよ。いろいろあって思い詰まってやっちゃったんだろうなって。でしょ？言いなさいよ。いい君って。私そこで首絞めたんです。ほんと清々しました。何そんな怯えてるんですか。犯罪者なら犯罪者らしくしなさいよ。あんたどうしてればいいんですか。もう少し控えめにカーテン閉めて電気消して目の下にクマ作ってなさいよ。昼間から能天気に酒なんか飲んでんじゃないわよ。邦子さんも共犯者ですもんね。手伝ってくれたんですよね。いやいやだったのよ。これからもよろしくお願いします。いやでちゅね、ヒステリーでちゅよね。もういいよ。痛い。はいはいはい、我慢してくださいね。痛いよ。はい。引いてもダメなら押しますよ。早く死にたいよ。はいはい、死ぬ時は死にますからね。はい。あ、死ぬ。東さんいらっしゃいますか。はい。身動き取れないんですよ。見ればわかるじゃないですか。一刻も早くね、ここを建て替えたいんだよ、うちとしては。そんな大きな声出さないで、みっともないから。もう、ここに住んでるのはおたくらだけだよ。誰が聞いてんの。
かないんですよ。金が。長生きしてやる。じゃあ。預金通帳入りのバッグを奪うなどした疑いが持たれています。次のニュースです。今朝早く、東京都小平市にある東小平霊園のゴミ集積所から人間の体の一部が入ったゴミ袋が発見されました。発見された遺体は男性のものと思われる足や手などの一部で刃物のようなもので切断されており、市販のポリ袋に入れられた状態で捨てられていたということです。現場となった霊園は住宅地と幹線道路に挟まれた場所にあり、人通りが絶える夜間を狙い捨てられたものとみて、警察は付近の住民に情報の提供を呼びかけています。遺体は園内の数カ所から見つかりましたが、頭部と胴体の大半は、はい、そうです。警視庁では殺人の可能性も視野に入れた。エンジェルハート、あの、どちらのエンジェルハートさん。次のニュースです。ディスカウントショップ、は万引き。恥ずかしいと思わないの？40過ぎの男がなんで万引きなんて。うるさい。万引きして偉そうにしないでよ。理由言いなさいよ、理由。鬱陶しいんだよお前。私ばっかり責めて、自分はどうなのよ。だから信樹も口聞かなくなるんだよ。あなたに責任ないの？会社クビになったのも私のせい？信樹が口聞かなくなったのも私のせい？虫歯も腹が出たのもみんな私のせい？降りてよ、降りてよ。私じゃないよ。分かってる、邦子に決まってる。捜索願い出してる山ちゃんのところにもそれで警察が来たって。あそこの旦那って分かったのかい？まだ、遅かれ早かれバレると思う。どうすんの？普通にしてれば師匠や私が疑われることない、ビクビクすることないから。師匠。うん、何？私ってやっぱり鬱陶しい？うるさい？何かあった？旦那が万引きした。すっごいね。何感心してんの？なかなかだよ、あの年で万引きするなんて。ちょっとは同情すればいいんだろうけど、なんか無性に腹立って思わずギャーギャー言っちゃって。私だってばあさん毎日叱りつけてる。寂しいね、怒ってばっかじゃ。なれるよ、そんなことも。あんた思い詰めすぎだよ。あれだよ、違うもの見つけた方がいいよ。気晴らしに憂さ晴らし。例えば？私ね、毎日10円貯金してんの。1年で3650円、10年経ったら36500円だろ。3万あればちょっとした旅行行けんだろ。行きたいとこあんの？あるよ。どこ？割らない？割らない。やっぱやめとくわ。言ってよ、もったいぶらずに。オーロラ、知床のオーロラ祭り、新聞のチラシで見たんだよ、パック旅行の。なんか頭にこびりついてさ、
見たくなって。行けるかどうか分かんないよ。でもいつかばあさんが死んだ後でも行こうと思って。夢だよ。そんな夢でも見なきゃやってらんないよ。いい。いいよ、しよう、それ。あんたは？あんたはなんか夢ないの？ない。私何もない。泣きたいぐらいないよ。とにかく早く捨てなきゃって思ったんです。山ちゃんが殺したってバレたら私たちのとこにも警察が飛んでくるよ。共犯なんだよ、共犯。忘れたの？おまけにあんた、山ちゃんを借金の保証人に無理やりしたんだって。私的には助け合いっていうか、ゆすりなんだよ、ゆすり。共犯に恐喝、罪はうんと重くなるの。そんな。保証人契約書は、さっき渡してきましたよ。どこに？あっち。保証人契約書見せて。わざわざ別立てにする必要ないでしょ。最初からそういう条件じゃなく貸してるんだから。うちみたいな小さな町金は今本当に苦しいんです。分かってください。借用書も見せて。書いてありますから、信用状況に重大な変化があった時にはそれに限らないって。何とでも言えるでしょ、そんなこと。もしかして金融系ですか？ただの主婦。主婦系ですか。いいですね。この契約書、形式的なものだって邦子に言ったね。言いました、はい。じゃあ契約の無効もしくは取り消しを主張できるね。その通りです。はい、帰るよ、帰るよ。あの香取さんでしたよね、お宅。何、なんか文句ある？イケてますね。私の借金どうなるんですか？別のところで借りてミリオンに返せばいいでしょ。また借金ですよ。また別のところで借りて返せば切れないじゃないですか。雪だるまじゃないですか。自己破産すれば。嫌です。だったら車とかブランドのバッグとか靴とか売れば。あんたさ、付け回ってきてるの分かんない？分かってますよ。分かってない、ちっとも。雅子さん、いろいろ持ってるからいいじゃないですか。旦那に、子供に、家に。私何も持ってないんですよ。
ちょっとぐらい人よりいいもん持ってたって罰当たんないと思いますけど。もういいもん分かった。落ちるとこまで落ちちゃいな。あんたみたいなのそれしかないよ。雅子さん、私のこと嫌いですよね。嫌いだよ。ねえ、はい、私っていけてる？あんた昔一人殺したことあるんだよな。最近の流行り知ってるか？バラバラ。めくなってバカ。すまんな。まあ署の方でゆっくり聞かせてもらおうか。証人になってくれた人ですよね、山本弥生さんって。なんでご主人が大変な時に保証人引き受けたりしたんですか？なんで慌てて香取さんが契約書取り返しに来たんですか？女の友情って言えばいいの？また配管の扉どう？水いただきますね。だってバラバラ事件の犯人とカジノの人だったって。新聞にはそう書いてありましたね。けどね、私なんか違う気がするんですよね。あなたの借用書、なんなら目の前で破きましょうか。私たちのこと聞いてどうするんですか？別に、ただ好奇心が満足するっていうか、私すごく気になっちゃって。豊住会ですか？金田さんいらっしゃいますか？私十文字イミョンスち言いますが。邦子が喋ったの？口に砂袋詰め込んでやりたい。ちょっと想像しちゃって。ビジネスって何？あのですね、死体処理の仕事をしませんか？私が仕事を取ってきて、香取さんがバラす。あとは焼却炉で。知り合いがね、飯塚の外れで産廃やってるんです。知ってます？飯塚、あの九州、とにかくでかい焼却炉なんです。だからバレないんです。そこに送って焼いて終わり。どうです？何
んでそんなこと思いついたの？マチキンもそろそろ潮時だし、まとまった金も欲しいし、雅子さんとも仕事をしたいし、どうですか？いくら？私にいくら払うつもり？500を私と香取さんで折半ということで。500じゃなきゃやんない。私の取り分はまるっきりなしですか？いや、それはあの、ちょっと。あんたが思ってるよりずっと大変なの。汚れるし気持ち悪いし、一人じゃ無理だから手伝いにも金払わなきゃなんねえし。じゃあ、あの、私が200で香取さんが300なら。500。私が190で香取さんが310なら、どうですか？500。香取さん。ちょっと、香取さん。お世話する会社でもあるの？詳しくは言えない。ちゃんと金払うから。いくら？前の倍だぞ。100万？やるよ。あれだよ、大丈夫？2回目だからね、慣れたよ。あれも二人で何話してたんですか？知りたい？別に。仕事の話。仕事って？喋んない方がいいよ。ここ切ったり、ここ切ったりするの。冗談やめてくださいよ。また手伝う気ある？いくらくれるんですか？いい加減にしなさいよ。何をですか？注文時にシャキッチャラにしてもらってまだ足りない？まだ金が欲しいの？喋ったんですか、注文時さん？だから。何の話？邦子が借金帳消しにしてもらうために私たちのことを売ったの。売ったなんてそんな大げさですよ。あんた喋ったのか？だって絶対誰にも話さないって言うから。自分で自分の首絞めてるのが分かんないの？バカ。そうだよ、バカ。バカバカ言わないでくださいよ。バカだからバカっつってんだよ、バカ。だってバラバラにしたのは私じゃないし。取調べ室でそう言うんだね。殺したのだって私じゃないし。師匠。何？いくらくれるって言ってました、雅子さん。この男に見覚えありませんか？佐竹って言うんですが。さあ。ギャンブルにはまったりしてませんでしたか、ご主人？ちょこちょこ通帳からお金引き出してるでしょう。使い道何か話してませんでしたか、奥さん？せくなって。すみませんね、あれこれ聞くのが仕事なもんで。よかったらそこんとこお聞かせ願いますか？あの、
バカラってギャンブルのことなんですか？大丈夫だ。で、誰がバラすんだよ。それはちょっと、何にしてもゾッとすんなおい。年寄りって楽だね、脂肪がないから。お疲れ様です。脂肪ってカレーの匂いしない？あ、する。カレーってね、ボケ防止にいいんだって。美乃さん PHP。 お茶受け何がいい？せんべいか。あ、やります、やります、やります。あんた、ウキウキしてない？師匠だって。お二人とも、本当手際よくて生き生きしてます。参加するか？いいっす。誰ですか、誰ですか？旦那、息子、帰ってきた？ねえ、来ないはず。まだ午前中だし。やってること弁当屋と変わんないですよね。あんた弁当屋じゃこんなに働いてないよ。私、努力があんまり表に現れないタイプなんですよ。香取さん、あと何個段ボール組み立てたらいいですかね？あと 2,3 個でいいよ。軽いし。おっぷ振っちゃって、この骨でも投げてやろうかね。男でもできたか。金と九州土産の明太子もセットにしてみました。謹んでお受け取りください。何に使うんですか、その金？旅行でも行こうかな。どこに？どこでもいい、とにかく遠きりゃ。あんたは？金貯めたらですね、町金から支払って、それで飯塚で焼肉屋ですね。旅行に行ったらですね、旅の終わりに飯塚に寄って
で焼肉屋の女将になるっていうのはどうですか。それって口説いてるの。はい、一応あんたの口説き文句って実務的よね。一部が捨てられていたのです。警察の捜査の結果、その身元が判明しました。山本健二さんがバラバラ死体で発見されてから、その妻弥生さんはその後どうしているのでしょうか。山本さんの自宅マンション前に来ています。皆さん、励ましのお便りありがとうございます。この子も喜んでます。見え待ちか、カメラに捉えて待ちよ。事件の後、新郎のあまりお倒れなどと聞きましたが。はい、でもおかげで夫を殺された悲しみから立ち直ることができました。こちらミリオン消費者センターと申しますが、昨日がお支払いの期限でしたので。はい、いや、指定口座の方にですね、振り込まれてませんでしたのでお電話差し上げました。はい。あ、ではですね、社長様がお戻りになられましたら、こちらから瞬間バッグついとるけん分かっとんか。豊臣会の金田に話は聞いた。仕事を引き受けてるらしいな。もしつけて返してもらうで。ですね、ペロリでちゅよ。行ってなかったんです。東京飯塚で焼肉屋開きます。焼肉屋の親父も向いてないわよ、あんた。雅子さんに、おかみさんは似合いますよきっと。今度は私に牛をさばかせるつもり。の一つもしとけばよかったね。待ってますから飯塚で。
ねえ、味付け濃いよ。ん？飲み物頼みます？いいよ、一人一杯なら無料ですけど。お願い。何します？オレンジジュース、コーラ、ウーロンハイ、それにピザも欲しいんだよね。ピザ その手首どうした？生ゴミに出しました。目的は何なのさ。何も言ってこないんだろ、その佐竹っていうの。復讐ですよ、復讐に決まってますよ。誰かさんに罪をなすりつけられて復讐に燃えてんですよ、きっと。チャラチャラテレビになんか出ちゃうから。邦子さんがきちんと捨ててくれてたらこんなことになってなかったんです。亭主殺したの誰だと思ってんのよ、言いなさいよ。ふざけんじゃないわよ。あ、すいません、オレンジジュース1つ、それからコーラ2つ、それからウーロンハイ1つ、あ、ピザ2枚お願い。はい。東京を離れることにする、それしかないよ。私は逃げらんないよ、おばあさんいるから。師匠や私のところにも必ず顔出すよ。逃げられるもんなら逃げたいよ。だけどばあさんがいるんだって。それじゃあ佐竹が誰かの腕配達してくれるのを待ってるんだね。ねえ、なんなら師匠のお姑さんも一緒に連れて行こう。バカなこと言わないでよ、そのことできるわけないでしょ。誰かいないの？兵庫にばあさんの兄貴がいるよ。面倒見てくれない？ろくでなしのヨレヨレ、3日でばあさん干物になっちまう。私も連れてってくれるんですよね？知らない。ばあさん誘って私誘ってくれないんですか？私ばあさん以下なんですか？ほっとけいいじゃないですか、どうせ死んじゃうんだから。バカ、あんたはあんたで好きにしなよ。まさこさん、もうあんたの涙は飽き飽きなの。一蓮托生だね。ねえ、今それどころじゃないでしょ。私関係ないですもん。私これ以上面倒なことに巻き込まれたくないんですよ。なるようにしかなんないね。師匠、ねえ、うるさいって言ってるでしょ。カラオケブック回してください。歌うの？ロザンナの愛の奇跡って歌える？歌わないってば。ねえおかしいでしょ若い頃、ねえ滑稽でしょ若い頃、笑い話に涙がいっぱい、涙の中には傘がいっぱい。人生いろ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 イライラ、女だっていろいろ先見られるの。恋は突然来るわ、別れもそうね。そして心を乱し神に祈るのよ。どんな大事な恋も軽い遊びでも一度なくしてわかる胸のときめきよ。今輝くのよ私たち、
今飛び立つのよ私たち、笑い話に希望がいっぱい、呪いの中でバカさがいっぱい。佐竹かい、死んじゃった婆さん、婆さん、そのババア、またみんなでバラバラにせえや。本当に死んじまったんですか？お母さん、死んじまったんですね。最後にありがとうぐらい言ってくれればいいのに。
行きますよ。